ここで予報センターから台風14号の情報についてお伝えします。まず台風進路図からご覧ください。午前3時現在になります。台風の中心、南大東島の南およそ180キロの海上を北西方向に進んでいます。この後も北西方向に進みまして、今日の夜には沖縄本島の少し南の海上、こちらを通過するというふうに見ています。沖縄本島では今日の午後から雨風とも強まる予想です。続いて雨雲のシミュレーションです。午前9時の予想を見ますと、沖縄本島付近を中心に雨雲が広く広がってきています。その後、正午、午後3時、だんだんと活発な雨雲も近づいてくるというふうに見ていますので、特に今日の午後は沖縄本島を中心に雨風とも強まってくると見ています。そして波の予想です。沿岸波浪予想図ですけれども、左側、今日の午前9時を見ますと、3メートル以上の波が奄美エリアから沖縄本島付近に広がっています。でまた午後9時になりますと、台風の中心が近づく影響で波の高さ4メートルないし5メートル以上というふうに見ています。でこのほか西日本の太平洋側でも2メートル以上の高波が予想されていますので、台風から比較的離れている西日本の太平洋側でも海のレジャーについては十分な注意が必要です。台風14号、これから沖縄本島付近に接近する予想です。帰省の際など交通情報に対しても十分注意してください。以上、予報センターから台風情報をお伝えしました。